あ、始まってた。何やってんの、本当。自己紹介してないです、それ。はい、どうも、豆腐と申します。黒いと申します。はい、黒いはんぺん。略して黒い白子さん。だから略して黒いさん。ダメでしょ、それ。うっせえ、黒い。まあ、今日は、水穴フォールスを、実況していくわけですけども。ベストエンド目指して、プレイしていきたいと思います。俺、やったことねえけど、大丈夫だろ。まあ、失敗しても、失敗したらその時には、こっちの方で、ちゃんと言うんで大丈夫です。頑張ってください。ダメだね、これ。ごめんなさいね。うん。要は、ストップがかかるということね。まあ、そうだね。失敗したら、ストップかかるんで。クリスマスなんだ。ですね。すげえ寝方だな。どう考えてもこんな格好もそうだけど。靴履いて寝てそいつ。まあ外国の話だから。もしもし、マシュー、あ、マシューって言うんだね、こいつ。ウィノナウィテカーみたいな。いやなんかもう時代を感じるな、この服に。手やったら長いんだけど。いや、サラから電話があって、エヴァに何かあったのかしら。お、エヴァっていうのはさっきのオープニングにいた子ね。行方不明になった子ですね、ウィノ。じゃウィノナはよく電話かけてほしい。電話かけてきて。何かあったの？もうなんか、なんかあったくさいぞ、これ。そうだね。なんか心配性なのね。殺人犯みたいな家してんだこいつ。壁にすげえ直張りしてるけど、写真。アメリカだとほら割と壁にフォトクリップとかそういうの普通だから。フォトクリップ、まあ写真貼ったりするの割と普通みたいだから。今はもともと人付き合いが少なく、時々何を考えてるかわからない時、内気な子だったのかね、昨日もみたいだね。昨日のエズマは早くても上の空で、だけど綺麗だった。昨日の絵は特に美しく見えた。そこはクリスマス補正じゃね。イブ補正じゃない。あとずっと気になってんだけど、関節の部分が肘の昔のゲームだかしまい。おお、動けるな。とりあえずじゃあこの壁の写真見てみようぜ。エマとウィルナで3人でキャンプしたでしょ。女とキャンプ行かない方がいいよ。喧嘩になるから絶対。じゃあ、だから男が求めてる、その、アウトドアと女が求めてるアウトドアは違うからね。ああ、まあ、そうだね。これ本棚で、エロ本見ようぜ。ないだろ。生きるべきか死ぬべきか。おぉ、生死ですね。っていうか、なんでそんな本生死ですね。生死。何でも乗っかると思うなよ。別の意味でエロ本だったんです。これ。おぉ、懐かしい。ラジカサル。ラジカス、でもうちあるよ、今使ってないけど。うちもあるわ。なんかあれ全然壊れないんだよね。まあ昔のやつだし。 CD プレイは壊れるけど、すぐちょっと着替えてこうぜ。その服じゃまずいだろ。システム手帳が入ってる。おいじゃん、そこに。ウィノナに合うだけだ、別に必要ない。必要だろ。手帳携帯しろよお前。いや、っていうか早く会いに行こうぜ、ウィノナに。あったよ。あ、ちょっと、まあ、外出るよ。外じゃないっぽい。あ、まあでもクリスマスでしょ今日。幼馴染なるならもうほら一回シャワー浴びてちょっとこうほらなんかあるかもしれないから。身を清めても何もないだろ。なんか一発しけ込めるかもしれない。状況わかってる。あの友達になんかあったかもしれないっつってんの。ほらそれをこうネタに。あったよ。じゃあちょっとこうあれだろ、落ち着きゃいいんだろ。決意なんだ。ふう、いや、ふうっていや、世界平和とか考えようぜ。ここですることかな、それは。まあ、とりあえず、ほんと早く会いに行こうか。こっちが出口でしょ。わかりせんだよ、これ。玄関ないのか、これ、これ。適当な。いきなり家でっけ。犬でっけ。よーし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 。待って、主人公マジどこ住んでるのこれ。この格好寒くねえのか、雪降ってんの。誰だ。オーバーオールだ。
マシュー、店に来い。悪そうな顔してんだ。クマとか狩りそうな顔してんだ。ショットガンとか持ってそう。まあバイオハザードとかの方が合ってるかもね。もう絶対店の中にクマの剥製とかあるぜ。あるかな。絶対両二連装のショットガンとか持ってるってこのさ。誰かまた出てきたね。おはようマシュー、元気そうだ。モーガンサイ32歳、この町の保安官の所長であり、町の、安全管理に尽くしてくれる正義感が強く頼れる味方だ。モーガンだっけ。そう、モーガンさんですね、保安官の。モーガン、デブと。それはあんまりじゃないか。まあ保安官ね。はい、エマですか。お、よくわかったな。エマに何かあったんですか。いや、エマの母親から電話があって。ああ。まあ聞いてくるよね、警察はね。まあね。うん、まあこの言葉にできない。オフコース。キャプテンノーツ。かっけえ名前。いや、え、おじなんだ。あ、おじ。細いな、それにしても。キャプテン。キャプテンノッツ。おじ。ざっ、要は居候させてもらってんのね。みたいだね。友達のうち、大ごとなのかい。キャシー・フラナリーをしてるか。ほう。バートン神父のところの。また、なんか、どんどん登場人物出てくるな。あ、バートン神社。ミスチャチ。キャシーがどう走るんですか。傷だらけで発見された。一命は取り留めない。公園が発見。もういっぱい人の名前出てくるか分かんねえわ。まあ、とりあえずこのキャシーだっけ。キャシーね。が神父、まずバートン神父っていう神父さんのところに住まわしてもらってる女の子が森で傷だらけで発見されたと。クマに襲われたのがクマだと。この時期のクマは冬眠に失敗したやつだな。そいつは凶暴なんだ。あの三毛沢村事件とかありましたからね、日本でも。まあね、うん、あのクマ一頭で村二つぐらいが壊滅したみたいな。怖っ。決してなんか奇妙なことがあってな。おい、もうお前は話聞けよ。この俺に任せとけ。無視した。無視した。まあ60のじいさんだからね、猟銃もねえし。車で持ってる。車で待ってるから。ハウル。そんな甘い話じゃない。おじさん、ウイノナが来たら保安官事務所に行ったと伝えておいて。とんでもないことになったな。おじさん、とりあえず警察局からお小遣いください。いや、警察行くのになんで小遣いいるんだよ。ショットガンください。そのまんま牢屋になる行き先が。警察署にショットガン持ってくるんで。我々すごい自由に行動してるけどいいのかなこれ。冒頭だけで多分長いんだろうなっていう。そうだね。これから病院行く。バートン神父にも来るように言っておいてくれ。マッシュ、キャシーの意識が。おお、いいじゃん。それで犯人一発があるじゃん。そうね。これでも死ぬフラグじゃないの。近代地とかコナン的に言うとこれ殺されちゃうフラグだよね。まあ、そうだね。とどめ刺されるフラグだよね、これ。まあ。あ、ちゃんと止まるんだ。偉いな、警察官。これ病院？グルーバーイーン。グルーバーイーン。色すげえな。まあ、病院っていう外観じゃないよね。パトカーの色も青なんだね、田舎だ。ああ、まあ、雪で白いと見えないのかな。いや、それでも、パトカーだって白一色じゃないし、病院だって雪の白とはまた違うし。今の母親から電話かかってきた時、彼女は異常に動揺してたんだ。キャシーのことは知られて、まだ陰ながら知らないはずなのに。そうですか、はっきり言ってもエマは時々何を考えるか。あの子は俺が見かける。あ、なんか社交的だけど本当は内気みたいな感じだったのかな。なんかあまりそれより付き合いが多分この主人公以外とあんまりないんじゃないかな。俺が病んでいた。ひでえこと言う。もうこれは失礼だな。お前、お前さんは親友だったんだろう。それはウイノラだからですよ。俺は男だから親友にはなりません。親友以上恋人未満みたいな感じですかね。
院長に会いたいんだかどうしたか。院長先生ですね、お待ちください。そんなに簡単に会えるとか暇なのかな。田舎だから。もう待ってたわよ、タバコを買ってきてくれたんでしょう。保安官に何頼んでたんだ。使いっぱしにされてる。バーバラ、タバコなんて持ってないぜ。バーバラホールデン66歳。本当は666歳なんじゃない。オーメン的な。そんな首カクカク動く。タバコが大好き、いろんな奇妙、いろいろ奇妙なことを口走り、周りからは変な人と思われている。気が利かないわね。病院でタバコを吸うんじゃない。吸うんじゃねえよ。しかも保安官使いっぱしにしといて持ってきてねえっつったら気が利かないわね。ひでえババアだな。そっちの彼は思ってないのかしら。未成年ですよ。お前未成年だったの。そうですよ、あの同じ高校ですから。あ、16歳だったの。16に見えねえんだけど。残念ね。あー、タバコ持ってきたらなんかヒントくれる的な彼なのかな。かな。ああ、あんたこの町の人間じゃないね。そ、田舎の田舎の嫌なところが。まあ田舎の人は外の人間わかるっていうからね。この町の人間だぜ。まあ病院室行くから、あとでな。キャシー、かわいそうなキャシー、うー、とても悲しい出来事。スルーされた。マッシュ行こうぜ。やつ201号室です。2階かな。タバコ買ってお前立ち直り早いなって。お前のスルースキルもすげえな。何の病気なんです。足が痛くてしょうがない病さ。まあなんだそれ。年寄りだから関節とか痛いでしょ。仮病だよ。いや、そうと決めつけんのはお前ひどいよ。決めつけはそれはそれで問題だよ。骨粗しょう。言えてないぞ。骨粗しょう症。今危なかったぞお前も。黒井さんも危なかったぞ。歩くの呪いっていうかカクカク丸。もうちょっと お前小股すぎねえこいつ。ああ丸ボタン押すね。上がり方すげえ。おお、びっくりした。どっちですか。あ、そっち。この動きに走れないの。走れたわ。イエーイ。ふう、病室走るぜ。へい。病院で走る。あれ、イベント起きないですか。あ、話しかけなきゃいけない。多分戻んのかよ。マシュ、考えてみたらお前さんを病室にいるわけないから。なんで連れてきたんだじゃ。なんでよ。ここで待っててくれないか。分かってます。分かってんの。なんで分かってんだよ。一目合わせてくれとか言えよ。エマの行方を知ってるかもしれないんだからさ。おとなしく待ってんのね。どうだい彼女は。うわ、悪そうな医者。そんな顔してんな。お金もらって臓器売買とかしてそう。体の傷は大したことない。職人で交渉の。まあ、熊に襲われたならね。まあね。心臓動いてるけど。それ死んでね。それ死んでね。脳死って言わね、それ。脳死状態じゃね、それ。多分聞こえてない。こうだと生きているとは言えないよな。臓器移植の対象になっちゃうよ、それ。生きてるんだから、それ生きてる大げさの例えば、もしこのまま移植ってみろ。かわいそうじゃないか。嘘くせえ。嘘くさいな。ベッドが開かないじゃないか。本音を言っちゃいかん。先生、ふざけたことを言わないでください。あ、これキャシーのお母さんとかかな。さっきの神父じゃない。あのバートン神父だったら。あ、神父今来たよ。今来た。バートン神父、ファーザーバートン。この町のキリスト教会の神父であり、町のみんなから多大な信頼を受けている。孤児院で育ったキャシーを引き取り、自分の娘に。おお、いい人なのかな。でも大体この人黒幕っぽいよね。こういうキャラで大体黒幕だよね。なんかブッシュみたいな顔してた。今の話ができる状態じゃないと。そうですか。じゃあ帰ります。なんか帰っちゃダメだよ。入るんだ。お邪魔します。今マイクに当たったぞ。マシューか、もうちょっと待って。バートンです。お祈りをさせていただけますか。どうぞ。医者が言うのかよ。警察だろそこ。ガン飛ばされてる。めっちゃガン飛ばされてる。スネイプみたい。あー、こんなだったね。そういや、
意識は戻っているんか。お祈りをしても聞こえませんよ。ていうかこいつだけ置いてけぼりってかわいそうじゃないか。祈りは聞かせるものではありませんから。おお、いいこと言うね。先生、キャシーが叫び声。先生、危険です。安静剤は。はい、キャ。いやー、手詰めて、やめてか。やめて、詰めて。まあ見づらいけどね。ご臨終です。ご臨終です。先生、なんてこって。陽気だな、いちいち。やったベッドが開いたぞって多分思ってる。真っ黒だね、医者。どうしたんですか。いや、聞いての通りだよ。死んだ。お前もあっさりしてんな。え。こんなことになるなんて。もうこいつ黒幕じゃないの。絶対こいつ取り刺してんだろ。あっさり帰るんだな。帰るんだな。まあ落ち込んでんのかもしんないね。まあ、うん、いや仕事しろよ一応。で、今日はどうしたって言うんだ。